はい、本日はですね、僕が持ってるノースフェイスのダウンジャケット9点をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。最初に言っておきます。ダウンジャケットって言うてはいてるんですけども、中綿ジャケットも入っております。ちゃんとそう言ってかんとね、コメント欄で、おい、お前ダウンじゃないじゃないかとか、お前それ中綿だろうとかっていうふうにコメントいただくので、ちゃんと言いましたよ。ダウン、かっ中綿、かっこ閉じるジャケットということでお伝えしておきましたので、そちらをねご紹介していきたいなと思います。で、今回はね、ただに紹介するという本音ではっきり言わせてくださいと、僕この9点持ってる中ではっきり言わせてくださいよなんていう話はしてるんですけども、ちょっと1点だけね脱落しております。本前と10点あるんですけども、1点はねもう自宅に持って帰られました。それはなんでかっていうと、もう僕じゃなくて、僕の嫁さんがいてるんですけどね、僕の嫁さんが大お気に入りのサンダージャケットっていうやつをねもう持って帰ったので、今ここにもうございません。そしてもうあれは完全に、もともと僕の私物やったんですけども、今とうとう嫁の私物になってしまったということで、僕が持ってるのはこちら9点になってるんですね。で、そちらをご紹介していくということで、本日の流れとしてはね、1点1点着用して、お話ししていこうとは思うんですけども、別に酔ったとこ言うつもりもないし、悪かったとこ言うつもりもないけど、一言でなんかどうなんとか、本気で考えたらどうなんとかっていうところね、ザーッと言うだけの、僕のその時の気分によって全然変わるが変わるんですけども、そんなところでお話ししていこうということで、まず一つ目いきたいなと思います。まず一つ目はこちら、ズドン、キャンプインサレーションベストということで、これはね、さっと羽織ってみましたが、中がね、これはダウンじゃないんですよ。だから洗えたりとかするようなね、プリマロフトっていうのが中に入ってたりはするんですけども、これパッてポケットを見たらね、これも入ってました。収納袋も入ってたりするんで、この中にくるくる入るんですけども、何を考えても総合的に見たらこれは機能性がいいんでしょうね。暖かさそんないいと思わないんですけど、機能性はね確かに抜群にいいなと思います。ただ定価で買うにしては、本音やからはっきり言いますけど、定価に買うにしてはちょっと高い、2万円ぐらいするんかな。定価やったらちょっと正直いらんかなと思うけど、セールでねかかってたりして1万3000、4000とかぐらいで買えるんやったら、全然ありちゃうかなっていうね、あくまでセール価格で買うというのが前提のねダウンジャケットかなと思います。っていうのも、ベストはね、着る時期ほんまないからね、そんな言うたって、僕が勝手にないと思ってるんやけども、そんなところでね、本音で喋ると、こちらがキャンプインサレーションベストということになっておりました。次はねこれいきたいなと思います。奥にどんどん行きましょう。こちらのヌプシの、ダウンベストになっております。結構ね、これお得受けいいです。僕の友達とかもね、それめっちゃいいやんとかって言われるんですけど、こういう柄って多分男子好きなんでしょうね。真っ先に、パッて目がいってね、めっちゃいいなって言われるんですけど、これ実は海外用の、ヌプシジャケットになってて、はっきり言ってサイズ間違ってます。だからね、これ L で着てるけどでかい。ほんまやったら M やったらちょうどいいんやろうけど、 M やったら多分めっちゃ着てたと思います。ただ L やからね着ない。海外サイズってこんな感じなんやなっていうのをね、洗礼受けましたわ。だからさっきのキャンプインサレーションよりあったかいのは絶対こっち。もう絶対、もうだって中ダウンやし、綿の量そもそも違うし、あったかいなと思うんやけども、残念ながら海外モデルでサイズ失敗しちゃったんだよな、そんなやつがいたんですよ、いうたんがこれなんですよ。だから何じゃないですかいうところで、あまりというかほぼ着ておりません。だからサイズ間違えたら僕みたいになりますよと、ほぼ着ないことになりますよっていうのが2つ目ね。で、3つ目がね、これが、キャンプシェラーショートやったかな、そんな感じの名前だと思います。で、これもね、あれさっきと似てないと思うじゃないですか。実はね、これとね、ほぼほぼ一緒です。これの長袖バージョンぐらいな感覚でいいです。フードがついてたりとかするぐらいな感覚やねんけど、もう中の綿もね、量はもちろんこっちの長袖の方が多いですよ。綿も全然パンパンに入ってると思うんですけど、種類はね一緒の、綿が種類入ってるんで、確かこれもセールで買ったと思いますわ。そんなにね定価で買うにしてはちょっとそこまでの保温力がないからどうかなと思うけど、セールやと全然ありちゃいますみたいな位置づけなんで、これもおそらく今年で出たらねまたセールになるんちゃいますか。だいたいこれ毎年セールかかってるんでね、オンラインっていうかその直営店の方は知らないんですけども、そのセレクトショップとかスポーツ店とかではだいたいセールにかかってるようなねやつです。ただ色味がね、これ今年の色味じゃなくて去年のモデル、2020年の秋冬のモデルなんで、もしかしたらこの色味はもうないかもしれないんですけども、ノースフェイスね、あんまりねこういう中綿がね、プリマロフトっていうこれ中綿なんですけど、やっぱダウンの方が人気あるんですよ。だプリマロフトあんま人気ないんですよね。この赤のやつね、見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、こっちね、あんまノースフェイスでは人気ない。でも街中とか僕個人的にはプリマロフトの方が使い勝手いいと思ってるんやけども、なんかノースフェイス内ではやっぱダウンの方が人気っていうことで、これあんま人気ないんですけど、穴場っちゃ穴場のジャケットかなと思います。ただセールなるんがね、1月とか2月やからね、本格的な寒い時期がねちょうど終わりそうなところなんですよ。だから来年に向けて買うとかね、そういうところで見張ったらいいようなジャケットかななんては思ってます。そして次がですね、こちらズドン、この辺ぐらいから超人気ダウンジャケットになってきますよ。マウンテンダウンジャケット、これは歴史まだ浅いんやけども知ってる人多いですよね。発売して瞬く間にノースフェイスの中でも人気のダウンジャケットにバーンって入ってきたんですけど、これが人気の理由ってね、一
かにもノースフェイスらしいからでしょうね。まあ何がっていうと、まあ見た目的な問題もそうやし、あと機能的にもね、ゴア使ったダウンジャケットって当時はあんまなかったんですよ。2016年ぐらいはあんまなかった。今はもうめっちゃ出てますよ。めっちゃ結構あるんやけども、当時はまあまあなかったからね。うわ、こんなハイスペックダウン出たんって、もうみんな目をギラギラしてね、飛びついても速攻で完売したっていうのが2016年7年ぐらいだったんですけど、まあ今はもうそこそこ買えるとは思いますけど、まあいろんなメーカーからもね、それこそ水沢ダウンからもゴアテックス出てるし、そのダイワとかね、ほんま各メーカーもどんなショップからでも出てんちゃうかなみたいな。ミスノとかも出てた、ね、それこそなんかチャムスとかも出たのかな、わからんけど、コロンビアとかも出てんのかな、なんか知らないですけどね、あの適当に出たらあかんけども、まあ、それぐらいゴアテックスのダウンってもう今となっては定番やけど、この当時はね、ほんま今から5年6年前はね、なかなかなかったんですけど、今はもう結構ありますけど、まあ、そんなゴアのダウンの走りやったんちゃうかなと思います。だからさ、当時は最強と思ったんやけども、まあ、今となってはね、もっといろいろ改良されたダウンジャケットがね、他メーカーというか他のブランドから出てるからね、まあまあゴアのダウンで一番いいかって言われたら、まあそんなことはないんやけども、まあ、当時は良かったよねなんていうね、ダウンジャケットになってると思います。ノースフェイスの3大ダウンジャケットっていうと、おそらくこれはね入ってくると思います。マウンテンダウンはね、おそらく入ってくるでしょう。まあ、それぐらいの人気ですよね。そして次がですね、こちらがビレイヤパーカーといって、ノースフェイスらしくないって言ったららしくないかもしれないですね。ちょっとシンプルな感じで、あ、なんかサッカーのコーチでもそんなみたいなね、お子さんサッカースクール入りはったみたいな感じのね、ジャケットかなと思うんですけども、それぐらいこうシンプルな装いになってるんで、まあ、特に街中とかでもね、気軽にさって羽織れるし、あとまあノースフェイスやからね、アウトドアとかでも全然使えたりするんですけども、まあ、これはね、僕が常々もう前々から数年前から言ってたんやけど、バルトロライトジャケットっていうダウンジャケットとスペックほぼ同等なんですよ。だからこうバルトロとかってね、後で着用するんですけど、丈短いんですよ。そういうのがあんま好きじゃない方とかはね、まあ、こういうのでゆったり着るっていうのもね、全然ありやったりすると思うんで、まあ、クロート受けするっていうんかなっていうのはもうずっと言い続けたから、もう最近としてはもうクロート受けしてるかどうかわからんねんけども、まあそんなこう意見バルトロに目が行くんやけども、実はこっちにもありますよねなんていうのを動画で言いまくってるからね、もう最近としてはもうちゃんと比べられるようになってるんやけども、まあ、そんなダウンジャケットかなと思います。これね、確か6万円ぐらいしたんちゃうかな。だからまあ6万円して、まあこんな感じかなというところでね、はっきり言って良くも悪くも値段相応かなというところでは思っております。まあ本音やからね、仕方ありません。だから僕はね、極めて着用回数は少ない。そもそもこのバルトロもそうやけどね、このスペック自体があんま僕好きなスペックじゃないからね。このゴアテックスインフィニウム、まあこれもまあ好きやねんけど、あと中綿自体もね、そんなに別に特に僕が好きな中綿じゃないから、なんやったかな、光電子じゃない、光電子よね、光電子ってやつやから、あんまりそんなに、まあ、気に入ってる感じではないです。だからまあついでにそのままバルトロ行こうか。バルトロもね、同じスペックやからね、まあ見た目はちょっと若干違うにしても、まあ、スペックは一緒ですわ。ゴアテックスのウィンドストッパー使ってて、インフィニウムね、今で言うたらインフィニウム、これちょっと古いやつやからやけど、使ってて、中の綿にね、光電子使われてるからね、まあ特にそんなに違いないんやけども、まあ腕の綿は多いかもな、こっちの方がやっぱ多いな、まあ綿の量で言ったらこっちの方が多いんか。はい、まあそんな感じなんでね、まあどう見てもやっぱりこのモコモコ感見たらこっちの方があったかく見えますよね。さっきのビレイヤーと比べた時にどっちの方があったかいのって言われたらね、まあ、こっちの方があったかく見えるけども、そういった検証も以前しておりますので、まあそれはね、見ていただければね、意外とあれがあったかいのっていうのってご存知の方は知ってると思うんですけども、まあそれをね、比べた、これも着てますし、さっきのビレイヤーも着てますし、どっちの方があったかいんかなって、こう真冬の外でこうやってね、10分間着用してね、どっちの方が温度上がるかっていうのを検査してますので、まあ、それを見ていただければいいんですけども、まあ、安心感はありますよね。やっぱこんだけ綿入ってるし、綿の質とか外の生地とかも全く一緒やけども、多分綿の量はね、若干多分バルトの方が、まあ、短い分、丈がこう短い分多いんかなとは思います。もうバルトの定番になりましたよね。そんなに並ばんでもね、もう買えるようになってるからね、まあどこでも買えるかなと思うんですけども、もうザ定番でしょ。バルトロって言って、ノースフェイスお好きやったら知らん人おらんやろうなっていうぐらいね、定番のアイテムになってるんかなと思うんですが、次は、7つ目ですね。7つ目いきましょう。こちらズドンヌプシジャケット、これもね、やっぱり男子受けするんかな。この迷彩が好きな方とか、そのさっきのダウンベストもそうやったけど、こう柄が好きな方って多いじゃないですか、男性ってなった時に、これ着てる時によく言われるんかな、ジャケット着てんなってね、あんまよく服よくわからん方からもね、いいジャケット着てますねってよく言われるんですけど、これ僕ノースフェイスで持ってる中でもそんな高い方じゃないんやけどもなと思うんやけども、多分おそらくね、柄見ておっしゃってはると思うんですけど、まあそんな感じでね、着ております。ただこの間バイク乗った時これ着とったけどね、やっぱヌプシでバイクはダメですね。バイク動画でも言ったけどね、これはね、スペック的にちょっと向いてへんなっていうのがね、分かりましたんで、また違うダウンジャケット着ていこうとは思うんですけど、こんな感じ。これ XL で着てるけどね、まあまあジャストっていうか、ちょっとゆったりしたぐらいでね、僕はいつも裾もこれ絞ってあるんですよ。だから絞った状態で着用してるみたいな、これぐらい、まあ、結構キュッて絞ってあるでしょ。あんまダラーとするのにあんま好きじゃないから、こうキュッて絞ってて、もうこの前閉めたら全く隙間ないような状態ぐらいまで絞
絞った状態で着るのが好きやから1万まあ着用してますしね、これはいいと思います。ほんまに値段的にもね3万円とかでね700フィルパーのダウン買おうと思ったらねもう海外製じゃないと無理なんですよ。で海外製でもね大量に作ってやるのはね無理やからね、はっきり言って3万円でダウンなんか格安すぎるんですよね。普通にやっぱいいダウン作ろうと思ったりしたらやっぱ7万とか8万するのは普通なんですよ。でもっと高級ダウン作ろうと思ったら10万ぐらいしてくれて、まあ作ってる側からしたら普通やねんけども、3万でダウン作るのってなったらそりゃ海外になるし海外でもだいぶ量作らなならんでって感じなんですかね。それはまあ一般的な感覚からしたら5万ぐらいしたらいいダウンやなと思うかもしれんけども、作る側からしたらねやっぱりこうせめて7、8万は出さんとねいいダウンってなかなか手に入らへんかなと思ったりするんですけど、まあ3万ぐらいでね満足させていただけるようなダウンジャケットって言ってもこれかなと思います。他3万以下でね、あ4万以下かで満足できるようなダウンって出せないんですよ普通は。だからそういったところでもね、まあ、このヌプシはねほんまにやっぱ別格かなと思います。多分ほんまノースフェイス的にもね値段上げたいやろうけどもね、他のジャケットでその分値段上げてるからねプラマイ取ってるんかもしれんけども、昔から出してるからその値上げもできひんじゃないですか。でクオリティも変えられへんしね。まあそんなところでヌプシは、いい品質を保ったまま値段もね止まってるようなダウンジャケットかなと思うので、消費者が僕らみたいな消費者側からしたらこう狙うべきダウンジャケットというか、まあ、そんなダウンジャケットになってるんかなと思います。だから今年めっちゃ売り切れてますよ。僕の動画が影響かどうか知らんけどもめちゃくちゃ売り切れててどこでも買われへんって言ってたんで、ちょっとは僕の力ついたんかもしれませんね。はい、ということでじゃあ次いきますね。で次これいきます、アコンカグアジャケット。これはね、まあ、一応ダウンジャケットになってて、さっきのビレイヤーとかと配合は一緒です。中綿の配合とかもまあ一緒やし、まあ、量は若干すっきり細くはさしてるからその分重ね着しに、対応したダウンジャケット。例えばこういうビレイヤーとかってね重ね着絶対できんじゃん。この上に着るって100番無理や、どないすんねんいうことになってくるんですけども、こっちやったらね結構すっきり着れるので、こう重ね着さらにこっから上にマウンテンパーカー着る用として作られてるんですよね。だからまあジップインジップができたりするんですけども、まあ、それ用として作られてるからこうまあ見た感じのシルエットもすっきりしてるじゃないですか。だからまあ例えばこう車の運転とかも全然できるなという感じだし、これねパチンコでも行こうかなとかスロット行こうかなとかね、目押しもちょっとやったろうかとか、例えば隣のおばちゃんがねちょっと押してって言われたらオッケーオッケーってこうパンパンパンって押すこともできるんですよ。けど他のダウンジャケットは気膨れしてるからね、あちょっとすいませんって言ったらねもうこうモコモコしてね目押ししづらいけど、これぐらいすっきりしてたらねもう中指でいきますわ。ポンポンポンどうぞっていうこうやってできるんで、ね、まあそんな方にはいいんかなと思います。ただ僕ね結構冬寒がりやからあんまり重ね着ってしないんですよ。もうがっつりしたダウンジャケット1着だけ着たらもうそれでしまいみたいな感じになってて、ダウンってね重ね着しちゃダメじゃないですか、中に。だからこれアウトドアショップの店員さんとめっちゃいつもあるあるでね、ですよねって話いつもするんですけど、僕の視聴者さんでも中にはなんか重ね着いっぱいした方があったかいと思ってはる方もいらっしゃるんですよみたいな。だけどダウンって薄ければ薄いほどあったかいじゃないですかみたいな、なんかもう肌の方がいいじゃないですかって言ったら、みんないやそうなんですよねみたいな、それが伝わらないんですよねみたいな話するんですけど、まあ、何の話をしてたかというとね、まあ、またそのダウンの着方いずれ喋るとして、まあ、これはそういった感じで重ね着する方には向いてるんやと思います。まあ、僕はちょっと寒がりやから重ね着しないんですけど、暑がりの方とかはね重ね着しといた方が体温調節しやすいからいいかなと思うんですけど、まあ、そんな感じのねジャケットで、次最後これヒマラヤンパーカー。これ唯一僕が今紹介する中でここにねサミットシリーズってこれ入ってあるんですね。もうこれはねノースエースの中でも今まで紹介したやつじゃなくてもう一個最上級のその登山とかでも使えるぐらいのレベルで、冬の登山でもね使えるみたいなスペックなってるんで、これはねちょっともったいないぐらいのクオリティなんですけど、はいこんな感じです。すごいでしょこの綿の量、パンパンな感じ。だからはっきり言ってねここまで言ったら動きづらい、こんだけ綿履いてたらもう確かに保温性はあるしこうじっとしてるんやったらね多分あったかいと思うけども、こうちょっと動くってなったらねもう邪魔なってくるし、この綿と綿でねこう筋肉ある人ってこんな感じなんですよね。こう腕曲げづらいとかって言うけど、まあ、ここまで綿多いとね動きづらさはあったりするけども、まあ、安心感はねすごいんかなと思います。ちなみに去年ね 1,2 回しか着てないですねこれは。っていうのもねこれ着てねお出かけしようと思ったらね車乗られへんでしょ、これちょっと歩くってなったりしたらねこれもう歩きづらいでしょってなったらねあんま使う時ないんですよね。だから外ロケとかでねじーっと待っとかなあかん時とかねこれぐらいあったらねこうやってじーっと待っとけるけどね、まあ外ロケする人って YouTuber ぐらいしかおらんじゃないですか。だからまあそんなあんま必要ないかなと思うんですけども、そんなことでねあんまりは着用しておりません。このサミットシリーズはねちょっと大きめやからね僕は M サイズを着用しておりますが、それぞれのね着用感とかね何のサイズを持ってはんのかなというのがもし気になる方がいらっしゃれば、下の動画説明欄にねそれぞれ全部レビューしておりますので、そのレビュー動画見ていただければ特徴も言ってるしデメリットも言ってるしおすすめの人とかも喋ってますし、まあ、サイズ感も見ていただけるかなと思いますので、まあ、今日はざっくりね本音でいろいろ喋らせてもらいました。もちろん前々から喋ってたこともあるんやけども、はっきりで使ってないが結構あるんですよね。だからなんで使ってないのって言われると、今みたいな理由でね気膨れするとかね動きづらいとかね、まあ、そんな思ってるほど好きじゃないとかねいろいろそんなあったりするんですけども、まあ、好みはね皆さんそれぞれあるかなと思いますし、それ持ってあるパン
ズとの、ね、相性とかも絶対あると思うんで、まあそういうのをねこう見ながら合わせるっていうのもいいかなと思うし、たまにはねこんな本音のねレビューもいいかなと思います。いつも本音やないかと、いつも本音喋ってるやないかいっていうことなんですけど、まあちょっとお許しくださいよ言うて今日は終わりたいなと思いますので、本日はですねノースフェイスのダウンジャケット9点を本音でレビューしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。